GPS 始めました。第3回目は、パッティンググリーンの外周を回ります。では、フィックスするまで、しばし待ちます。今日最初の記録なので、コールドスタートになります。ちょっと時間かかりそうです。フィックスしましたね。記録を開始します。いつものように、右上に、GPS マップと歩行スピードを表示しました。これは、GPX ファイルがあれば、ダッシュウェアで、誰でも簡単にできます。ダッシュウェアは、無料なので興味があれば使ってみてください。ここも全フィックスで記録できました。では、QGIS で面積を出します。いつものように GPX ファイルを QGIS に放り込みます。線をポリゴンに変換します。ポリゴンのレイヤーから、属性テーブルを開きます。編集の切り替えから、フィールド計算機を開きます。新規フィールドを作成して、ジオメトリのドルエリアをダブルクリックで完了です。ご視聴、お疲れ様でした。